こんにちは、フリランチの松野です。塚田です。今日なんですけど、ワックスについてお伝えしようかなと。はいはいはい、はい、よくあるのはこういうちょっとクリームタイプのねワックスがあるんですけど、今日はあのファイバーワックス。はい、ファイバーワックスって、まあ、結構僕らにすごい馴染みなんでスタイリング剤でそれよく使うんですけど、はい、結構お客様からあの意外とわからないって、ファイバーワックス何みたいな感じで言われるんで、今日は塚田君ファイバーワックスの紹介をしてもらおうかなと思って。かしこまりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらです。ファイバーワックス。はい。これは、プレジウムの4番。プレジウムね。4番。はい。はい、で、ファイバーワックス何かっていうと、うん、まず、はい、結構ね、こう、粘り系の強い、そう、繊維質のものなんですけども、うんうん、パサつき、もう今日一日の終わりでね、結構パサついてるんですけど、うん、そうですね。これセットしてある、しないか。して、あります。あって、セットしたって、もうさすがにちょっと毛先の方パサついてきてるんですよね。あー、まあ、乾燥の時期ってのありますもんね。そうなんですよ。うん、まず、こんな感じです。おー。わかりましたね。はい。なんかトルコアイスみたいなね。そう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 。これが繊維状じゃないですか。これが、うん、あの、ファイバーって言われるゆえんです。なるほどね。そうです。だからファイバーワックス。そう、だからファイバーワックス。あ、なるほど。こんな人がおすすめだよっていうのは、あ、まあ大体長さで言ったら、はい、メンズショートからミディアム。あ、ちょっと気持ちいい長さがある感じ。そうですね。僕らみたいな感じですかね。僕らみたいな感じのぴったりですね。うんうんうん、まあパーマかけてるとか。うん、まあ、パサつきが気になるよっていうのがあったりとか、はいはいはい、あとはまあガチガチのセットが好きじゃないっていうか、柔らかいセットが好きな方っていうのはかなりおすすめです。うんうん、ああ、そうですね。はい、今っぽい感じって思います。なんか、はい、柔らかい、なんか冬のね使いにはすごいぴったりかなって思うんで、今回ちょっと実演してみたいと思います。ちょっとパサついてるところに足すっていう感じですけど、結構ね、どうですかね、パサついてます。ビフォーをちゃんとちょっと、うん、こんな感じです。結構しっかり混ぜないと、うん、あの、そのファイバーの繊維が、うん、ケバ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 しちゃうんで、うん、そうすると、うん、服についてくんですよ。あ、あー、わかるわかる。なんか粉みたいなの出てくる。そうなんですよ。そうするとこの人、うん、あの、ふけみたいな。いや、そんなに相当、相当つけてる。そう、そう、なるんですよ。で、しっかりと混ぜたいけど、うん、もう、うん、薄くなるぐらい、かなり、うん、かなり薄くなるぐらい。うん、なんか白いね、これ。これ全然違う。全然違うね。もっと薄くていいぐらいの。そうだね。はい。もうの人には、うん、しっかり下から上にこう揉み込んであげる感じですね。あ、なるほど。カールを出す感じですね。そうです、そうです、うん。しっかりと揉み込んであげて、うん、まあこう、こういう感じですかね。うん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 。溶かしてあげたりとかする。全然違うの分かります？ああ、なんかでももう、はい、この照明のね、光が当たった時にね、すごいなんかツヤが。そうですよね。分かりやすいね。そう。このツヤ感というか、うんうんうん、分かる分かる。感じと、あと、うん、あの、カール感も演出してくれるんで。いいね。かなり、あの、使いやすいです。そうですね。僕もすごい使うんですけど、大体パーマの人は、もうこれ使ってますね。ですよね。はい。はい、油分が、普通のワックスに比べ、ファイバーワックス多いんで、はいはいはい、結構ね、そのスタイリングした時の、ツヤっぽい感じとか、うん、パーマの出具合とか、すごいいい感じになりやすいから、パーマかけてて、髪の毛がある程度長さある人は、もう、ファイバーワックスって、おすすめですよね、うん、そうですね。うん、ただ、一個言うと、うん、さっき、ジュンさんも言ってたんですけど、油分が多い分、つけすぎには注意。ああ、本当に。すごい失敗しやすい。そう。うん。ベタベタになっちゃう。ベタベタになっちゃう。うん。何回も失敗してる。ベタベタになりたい人はいいですよね。いや、そんな人いないです。そんな人にはおすすめですけど。そうですね。はい。じゃあ今日はファイバーワックスの紹介だったんですけど、これからいろんなスタイリング剤の紹介をどんどんしていこうかなと思うんで、ワックスを使ってみたいなって思う人は、この動画を参考に選んでいただけたらいいかなと思うんで、これからも出していくので、楽しみに待っててください。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。今日もご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、フリランチンではメンズ専属スタイリストと一緒にやってくれる仲間を募集してます。美容師、理容師免許のある方、ぜひご連絡ください。 YouTube の概要欄から僕たちのインスタが飛べるようになってます。ぜひそちらにメッセージを送ってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。